マッチングしました、ドンブラゴです。サーモンランにやってきました。で、サムネの通りわかると思うんですけども、新しい、クマさん武器というのが、実は、ネタバレ、もう判明しまして、クマさんマニューバーという武器が追加されることになりました。9月の2日から4日にかけてビッグランがね、行われるんですけど、そこで、クマさん武器が混じっちゃったんだって、それがクマさんマニューバーなんですよね。そのクマさんが使ってる武器らしいから、結構クマさんチャージャーとか強いな、あんな感じで出てくるんだけど、まあ、性能の予想、どんなマニューバー系統のクマさん武器なんて出るの初めてなので、どんな感じなのかなという予想がね、結構ね巷では、はい、繰り広げられてるんですけど、味方解散落ちちゃった今一人いなくなっちゃったと。でこれ開けた方がいいか、こっちか、あれどこだ、違うな、これかな、これだ。で、そのなんだっけ、まあクマさん紹介はちょっと悪どい悪徳商法のとこだから、なんかインクが切れるの早いんだけど、でもスライドだけは無限にできるみたいな、無限スライドができる可能性が示唆されてるんだよね実は。新しいクマさんマニューバーは無限にスライドができる、ただね、インクが切れちゃう、だからスライドはできるけどインクは出ないみたいな、ジムワイパーみたいな、クマさんジムワイパーみたいな使い方を考えられてたり、傘、クマさんの傘っていうのシェルター覚えてる、傘のさ、柄の部分はあるけどさ、傘のあのシールド守る部分が壊れてるんだよね。だからマニューバーなのにマニューバースライドができないみたいなのもちょっとあるんだよ。なんかシューターのくせにスライドができないみたいなとかなんか言われたりねしてるんですけど、あとキル速度がスパッたりとかでさ、射程がデュアルぐらいあって無限にスライドができたりする、それはそれで面白いし、まあクマさん武器あれだな、スライドの体当たりでダメージ与えるのが一番面白いな俺の中では。予想がちょっとするのも楽しいし、まあ、答えはね2日に分かるのでちょっと楽しみにしましょう。これはそのために休みを取っているので9月2日生放送もするし、なあのファンストせっかくだしビッグランねでもやってるのでね、やっていきたい。さあそして残りこれは3人なので、ちょっと1人いないので頑張らなきゃいけない。では、ちょっと奥側で、呼んであげようか。あ、来てくれてる、来てくれてる。あ、こっちに呼ぶか。よいしょ。雨は嫌なので倒しておいて。あ、一人やられた。けど、これさ、俺助けたらあっちで見えるけど、味方こっち呼びましょう。こっち来て。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。うわ、ごめん、見えなかった。すまん。すまねえ。助けて。あ、ありがとう。ありがとう。ナイン様使おう。ここだ。これナイン様一回使おう。何も変わんないけど。ぬるまが、ぬるまが多いな。ぬるまが18か。倒す倒す倒す。あー、あれやめてほしい。でもこれ共存しないと。この子助けよう。倒して入れる、倒して入れる、倒して入れる。ナイスさん間に合うかな。あーごめん、無理だ、間に合わない。あーせっかく鮭の話してたのに負けた。あー一人いないっていうのもでかいけど、うわー、クマさん間に合うわ、使いたいのに。悔しい。ちょっと次普通にスプラトゥーンやっていいかな。